代カップルの交際期間ランキングです。まずは交際期間9ヶ月のカップルから。1組目、共愛カップル寒い島編で成立した2人はとても人気がありましたが、お互いが仕事に専念するために破局しました。2組目はレイミヒカップルです。遠距離の2人は9ヶ月で破局してしまいました。3組目、ユージュリカップル、ラブラブな2人でしたが、お互いの夢のために別れを決断したようです。続いて交際期間10ヶ月のカップル。1組目はイクアスカップル。遠距離による価値観の違いで10ヶ月で破局してしまいました。2組目、伊勢姫カップル。いろいろと炎上を乗り越えてきた2人でしたが、破局してしまいました。3組目は旅家人カップル。りょうかちゃんにとって初めてのお付き合いで交際10ヶ月でした。4組目は散歩派カップル。共愛カップルと共に人気がありましたが、お別れしてしまいました。交際期間11ヶ月のカップルはケンルナカップルです。お似合いのカップルでしたが、炎上などがありお別れしてしまいました。続いて交際期間1年1ヶ月のカップル。1組目はリンハナカップル。カンヌン編でお付き合いしてから現在も交際中です。2組目、ウルタイカップル。未完編で成立した3組は1年以上交際が続いていましたが、一番最初にお別れしてしまいました。交際期間1年2ヶ月のカップルはサツユズカップルです。2人はとても控えめですが、現在もラブラブな様子が伝わってきます。続いて交際期間1年3ヶ月。1組目は背中でカップル。お互いの仕事が忙しくなり、専念するために破局しました。2組目、春マヤカップルは交際期間1年3ヶ月で結婚しました。3組目、ショートアカップル。現在も交際中で、とても仲がいい素敵なカップルです。交際期間1年5ヶ月のカップルは山あいカップルです。京好きの旅に初参加だった2人がこんなにラブラブで続いているのはすごいなと思います。交際期間1年6ヶ月だったのはイブジュリカップルです。長く続いていたカップルだったので破局してしまい残念です。そして特別編で成立したフレコセカップル。ダンスが上手な2人は交際中一緒にダンス指導をしたりもしていました。続いて交際期間1年8ヶ月だったのはマツコ派カップル。とても順調そうに見えていたカップルの突然の破局だったので驚きました。2組目は里丸カップル。やっとの思いで成立した2人の破局に悲しむ視聴者が多かったように思います。3組目は岩間屋カップル。すでに破局してしまったカップルの中では一番長くお付き合いしていたカップルです。次は交際期間2年3ヶ月でランキング第3位のカップルはゆいはるカップルです。3シーズンを超えて成立した2人、今はお互いに忙しそうですが、今でもラブラブなようです。第2位は交際期間2年8ヶ月のレンユナカップルです。未完編で成立した3組のうち唯一今現在も続いているカップルです。そして第1位は交際期間4年8ヶ月にもなるレイマヒカップルです。特別編で成立した2人は現在同棲中で、カップルチャンネルも好評です。ランキングは以上となります。次のカップル情報もお楽しみに。